ートレースサマナコ第11回ボートレースレディース VS ルーキーズバトル、3着までが明日のファイナル進出となるセミファイナル11レース。男子の順位挑戦は九州地区トップルーキー3選手のワンツースリーフィニッシュとなっていました。水面上第12レース女子の順位挑戦、対戦メンバー1号艇鎌倉涼、2号艇倉持リリ、3号艇中村桃佳、4号艇平田かなな、5号艇平川香織、6号艇平山千佳、以上のメンバーです。コース争いに目立った動きはありません。1コースには1号艇絶好枠鎌倉涼が向かっていきます。予選4勝オール2連敗、文句のないスコアでシリーズリーダーの座を勝ち取りました。ここも勝ってファイナルポールポジション取りしっかり決めたい。2コースに2号艇パワー抜群38号機倉持、この位置からどういったレースを見せるか。センター3コース3号艇中村は2日目を除けば全て船券絡みの着取り、4コース4号艇平田が今日前半逃げてシリーズ初勝利勢いづいてきました。5コース5号艇平川はシリーズ序盤に3勝をマークしています。パートナーはコース上の20号機、最アウト6コース6号艇平山、予選最終日勝負がけ決めての準優進出です。第12レース女子の準優勝戦、進入内から1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。インコースから5コースまでの5艇がそれほど差がないスタート。そのまま一瞬の1マーク、イン先手は1号艇鎌倉、2号艇倉持が指す、3号艇中村は握っていってまくり出し、5号艇平川、内から4号艇平高7でバックスレッチ、イン先堂々と1号艇鎌倉涼が先頭、リーダー5艇身、2番手争いは3号艇中村桃香と5号艇平川香織、スタートは正常。一瞬の2マーク2番手争い、5号艇平川から回っていくか、内側は4号艇平高、3号艇中村桃香で直線です。2番手5号艇平川が抜け出して、焦点は輸出権のかかる3番手争い、3号艇中村内、外から4号艇平高7でこれからレーサー2周目、2周の1マーク3番手争い、潜り込みに行く2号艇倉持を3号艇中村桃香が握ってかわします。3番手は3号艇中村桃香、上位の体型1番5番3番、後方4号艇2号艇6号艇の順で確定がスリットラ、これから2周の2マークです。2周の2マーク先頭で1号艇鎌倉涼です。2番艇5号艇平川香織、3番艇3号艇中村桃香がしっかり回っていっての上1番5番3番の順で各艇が時計前を通過して、これから最終周回の1マークかかっていきます。陰線に出ました1号艇鎌倉涼が先頭、3周1マークから最後のバックスレッチ、2番手で5号艇平川香織、3番手3号艇中村桃佳、上位の体型1番5番3番、5艇審査4番手4号艇平高、後方2号艇倉持と6号艇平山、3連単1号3の組み合わせ 42.5 倍となっています。明日のファイナルポールポジションが見えてきた1号艇鎌倉涼、ラストコーナーから最後の直線、2番手5号艇平川、3番手3号艇中村桃佳1号さん、1着で1番の鎌倉涼がゴールイン、2着5番平川、3着で3番の中村ゴールイン、後方4番平高、6番平山、2番倉持ゴールイン。